からの眺めは懐かしいぞ。やっぱサスケが、てめえ！カリン、チャクラ感じたんで、まさかと思って脱獄してみりゃよ。よくもうちを裏切ってくれたな。サスケ、カリン、人質に取られるようじゃ足手まといてめえ絶対許さねえからな。すまなかった。てめえそんな言葉許さごときと思っているスタイルが、この僕でなし。相変わらずサスケ君に弱そう。あの髪の色から察するに彼女は渦巻一族のようだの。渦巻一族といえば思い出すな。俺の妻も兄じゃ。思い出に浸っているところ悪いが、そういうのは今度だ。うん、そうであった。戦場へと急がねばならなかったな。いや、その前にやるべきことが。ん？戦場に向かうのはいい。だが本当にこいつらも連れて行っていいのか、わしは疑問を持っている。どういうことですか？足手まといになるならばおとなしくしていろということだ。あなたにはそう見えますか？私たちがオロチマルとやる。お前はまあいい。他のものが問題なのなら試してみますか。彼らはそのつもりだ。いい、ならば俺も入ろうぜ。戦争前に少し体を動かしておきたい。サルトビ、お前もだ。久方ぶりのスリーマンセルぞ。ああ、わかりました。ではこちらはサスケ君に忠告。あと水月、あなたたちの力を見せてあげなさい。なんで僕が？カリンは援護役、戦闘専門はあなたたちでしょう。それでどこで試すのですか？まさかここで。バカな。かつてわしら兄弟が修行場として使っていた場所に移動する。なるほど、確かにここなら迷惑はかからんな。さて、今から我ら三人がお前たちの力を確かめる。ここで力不足と判断されれば。能書きはいい、さっさと始めろ。ちょっと挑発はやめてよ。もっともぞ、俺たちに時間はない。おお、隙が見当たらぬ。なかなかの忍びぞ。面白い。行くぞ。ああ、始まっちゃったよ。おおおお、分かっているな。こちらも思い切りやらねば失礼ということだな。違う、思い切りすぎるなってこと。どう見なされたのじゃ。力を見極めろ。まさか。行くぞ。フラレお前ら救援。よし、カーブ。もうやろうか。ぬっつぁん、逃げてみたよ。Just see.
してる。そのようだ、この国。何か仕掛けてくるぞ。さて、試してみるか。力見せてやろう。なんか、やばそうなんだけど。大気が震えている。まずい。僕がやろうか。受けてみな。行くぞ。評価を下すのはまだ先。何を遊んでいる。水遁水晶派。水月、やっぱ僕だよね。あまり長くは持たないでしょ。どうする？このくらいで十分ぞ。で、結果的にはどうなんだろう。マダラも驚くだろう。これほどの強者が戦場に現れれば。つまり合格ということですかの。まあ、想像以上だったと認めてやろう。おさて、他の者たちを待たせている。里に戻ろうぞ。ああ、サスケ！待たせたな。いえ、それで結果は。うん、問題ない。このメンバーで戦場へと向かうとしようぞ。火影たちよ、いよいよ戦いの時だ。里を見守ってきたこの顔岩の上より、しっかりと里を目に焼き付け、戦場へ駆けつけようぞ。やっと息子に会える、ナルト。今まで父として何もしてあげられなかった分、大きなプレゼントを持っていくよ。久しぶりの戦争じゃ、気を引き締めていかんとな。マダラ、今度こそ倒す。不謹慎だが、慣れ親しい友に会えるのは楽しみでもあるな。いつまでも戦いよ。だが、戦争もこれで最後ぞ。行くぞ！
忍びの世がため仲間と共に戦う者、忍びの世がため闇と共に走る者、先を見据えし領有がついに自称共闘の将。行くぜ、さくらちゃん、サスケ。うん。おう。